こうか。ほら。なんか、おし。もう、僕は今、カーンビを動かしてますよ。今、撮りましたよね。手帳の鍵、使うでしょ、そりゃ。よし。グレース。よし。ちょっと待って。まだ酔ったまんまじゃねえか、おい。ちょっと待って。おい、ふざけんな、ウイスキー飲んだのがあれ。ちょっと待ってくれよ。やば。よし、復活した。ほら、久しぶりの。あ、まだ弱ってんじゃねえか。弱っ。ちょっと待って。悪ノリでウイスキー飲んだのまだ残ってんの。これ復活、あ、もう復活した。んだよ、かっこいい再会じゃねえな、おい。海賊の剣持つよ。じゃあ一応セーブしときますか。これもうすぐ終盤じゃないか、これ。お、来た。ほら、やってやるよ。久しぶりの相打ち。弱っ。すぐじゃん。さあ。久しぶりのフラスコ。まあ、ちょっと前までウイスキーが残ってましたけど、大丈夫かな。なんかあの、オウム休館所助けてあげたい。かわいそう。いいのかな？特に何もしないよな、これ。餌も食べれてるよな。多分剣も、あ、トンプソンでもいいか。トンプソンでも、いや、海賊の剣でいいわ。ほら。すぐ死ぬからな、ここら辺。海賊のピストル、もらいましょう。導火線ね。そう、使うんすよ、これ。鍵持ってたっけな。まだ持ってねえか。あ、いけんの？これ何すればいいんだっけな。上には何があるんだ。あれ？ここって、確か。
法で塞がれている。あ、開いた。ここね、ここね、ちょっとごめんなさい、あんまり喋らなくなってきた。疲れてるわけじゃないですよ。ちょっとごめんなさい、キック食らしますよ。起きんね。海賊のピストル。あ、やべ。海賊のピストル。あ、やばい、死んだ。あ、ごめんなさい。死んじゃいました。え？何ここ？死んでないじゃん。非火希望？これなんだこの部屋。こいつあれだな。海賊の剣の方がいいな。これ何すんだっけな。これいいのかな、セーブしといて。ちょっと悪ふざけしちゃおうかな。これ爆発する気がすんだよな、これ。違うか。よかった、あーって怒って終わりかと思った。とりあえず海賊の剣。行ってない部屋は、あ、ここ行ってないな。あれ、どっちも行ってねえな。ここ何の部屋だ。え？え、なんだこいつ。怖い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 。ここで待ち伏せだろ、こんなもん。ちゃちゃちゃ、やばい。やばい。やばいやばいやばい。焦る焦る焦る。二丁拳銃だ、怖っ。やばいな。フラスコくれ、フラスコ。ん？なんだこれ。ピ
ストルの弾薬。海賊のピストルの弾薬。弾丸が込められている。フラスコとりあえず飲まんとね。もうあの手のアイテムとか、何に使うかとか全然知らないんだけど。なんだこいつ、怖っ。なんかどんどんいるな。案外弱かった。防弾チョッキ、海賊のピストル、フラスコ。え？なんかいっぱいあるな、ものが。これは取れないの。防弾チョッキ。とりあえずフラスコ。なんかこれも取れる気がすんだ。ほら、防弾チョッキ見つけた瓶。防弾チョッキなんで2個あんだ。あと何やりゃいいんだ。ごめんなさい、マジでわかんねえわ。ここもないよな。行ってないとこは？あれ？なんだこいつ。お、なんかまだ展開あったな。よかった。もう全部終わって、今、路頭に迷うとこだった。喧嘩させろ、俺に。俺は喧嘩がしたい。ほら。いきなり。弱っ。え、でもなんもないんだ。あれ、ここは鍵ないよな。あれ？失敗したな、瓶。今見えた。ほら、あった。よっしゃ。で、何やればいいんだっけ？で、ちょっと一回セーブして。まあ、鍵が手に入ったんで、だんだん分かってきたぞ。鍵さえ手に入りゃね。鍵がちょっと分かんなかったんだよな、マジで。オウムちゃんは大丈夫と。
どこだっけ？鍵、ここか。ここっすよね、鍵かかってんのは。あ、ペンチじゃない。よし。セーブしておきますか。これ。くらえ。あらららら。火薬庫で銃を撃ったということで大爆発を起こしてゲームオーバーということで怖いっすね。あそ、火薬庫では、火器厳禁ということで、まあここで金弱っ。もう死んだよね。あ、まだ生きてんのか。あ、もう参っただって。はい、タルゲット。お本、久しぶりに来た。あとはもう大丈夫だよな。よし。じゃあ、本読んどきますか。久々の本。火薬庫の計略。英国海軍軍艦ダークホース号上で起こった1769年の反乱に関して。小柄なダニーボーイなればこそ、塩漬けの樽の横を通り抜けることができた。火器棒を握りしめて彼は火薬庫に入っていった。そこにはジェンキンス船長と士官たち、そして国王と国家に忠誠を誓った勇敢なる船乗りたち全員が集まっていた。ジェンキンスはブリタニアンよ統治せよを合唱することで部下たちの士気をなんとか奮い立たせていた。ダニーは最初の一節が歌われている間に火薬の樽にこっそりと導火線を差し込み、その反対側を外へと垂らした。だが白熱した火火器棒で導火線の端に火をつけた瞬間、大波のために船が傾いた。危なっかしく積み上げられていた樽が崩れ、彼の逃げ道を塞いだ。それでも導火線は燃え続けた。ただ一人、恐怖のあまり立ち尽くしている犯人ダニーを除いて、男たちは惜しく歌い続けていた。いかなることがあろうとも奴隷に身をやつすことなかれ。ダークホース号が爆発を起こしたとき、歌声はまだ響いていた。わずかな生存者の証言によると、ダニーボーイは自分の唾液を飛ばして導火線の火を消そうとしていたらしい。もしも緊急事態のために砂が用意されてさえいたら。
それからというもの、ダニーボーイという名は海の男の呪いの種となった。今はうららかなインド洋の波の下80フィートに眠っている見事な三本マストの船の悲劇は、こうして炎と死のうちに結末を迎えたのだった。というわけでしたね。はい、次にやることがありますね。なんか、どっかで瓶投げませんでしたっけ、僕。あれがね、あれが心残りというか、一個、あれまだ取ってないのかな？てか、どっからセーブしてねえんだ、これ。よし。結構なとこからセーブしてなかったのかな。やばい。怖い。やばい。あ、やばいな、これ。死ぬかも。危ない。でもちょっともうやばいかもしんない。7か。誰かフラスコを。急いで。急いでフラスコを飲まなきゃ。あれ、これ、ここってこれだけ？なんもなかったっけ？特にないのか。よし。うわ、またなんかいる。もうピストルで行こうかな、もう。めんどくさいから。もうちょっと体力もやばいし。トンプソン。ダメだ。剣。近づいてくるだけだ、この人。防弾チョッキ、ピストル、フラスコ。まだなんか落としてる。よいしょ。で、これを押す。まだ取れない。やべ、まさか取れないとかないよな。
早く。よっしゃ。よし。楊飛氏。不死について。奇跡の書より抜粋。出版許可。西暦1783年。今こそ不死者について考え、至福を知る者と呪われし者とを区別せねばならない。悪魔との契約はこの世における終わりなき生命を保証するものではない。この世に別れを告げる最初の第一の死の後に免罪の時が来る。第二の死とは真の
そしてこれこそ究極の死である。これにより呪われた魂は地獄に送られる。潜伏期と呼ばれる時期に呪われし者は断罪の時を迎え、再び他の者により傷つけられる存在となる。契約期間に作られた武器であるならば、彼らをも虚無に返す力を有することができる。だが魔法使いの場合は事情が少々複雑になる。彼らの契約は破壊と魔法によって根絶やしにされねばならない。高潔なる魂はどんな犠牲を払おうとも、悪に捧げられた永遠の生命の呪いを払い清めねばならない。なるほど。楊飛氏ね、この文章のこう読んでるうちに調べたんですけど、動物の皮を加工して筆者の材料としたもの、はい、というわけですやべえ、ちょっとごめんなさい、だいぶ喋んなくなっちゃったな。なんか、え、こっちがまだいけないんだっけな。え、いけんの？カンカンカンじゃないよ、ほんと。もうやること分かってんすよ。あと一個やんなきゃいけないことあるんですよ。あ、セーブしとかんとな。ああ、え、これ死んじゃうかな？怒ったら。大丈夫だよな。え？ああ、よかった。ちょっと、セーブしとこう。ここは上がれんのかな？ここも上がれんのか？同じかな？ただ上がる場所が違うだけで繋がってるのかな、の方がわいい。ややこしくしないでほしい。これちょっと、よいしょと。よし、もうずーっとこれで戦う。どんな敵だっけな。あ、上。ここね。ここなんですよ。もうこっから落ちたのももう、いつぞやの話ですよね。だいぶ古に感じますわ。あたりに、これがね、でかい一大イベントなんですよ。そして寝室っすね、海賊ちゃんの。
あれ？よし、オッケー、来た。よし、セットオンですね。顔怖っ、相変わらず。で、ここで、どっちだっけ、導火線が先かな。導火線もつけたな。非火希望、OK。おお。これこれ。ちょっとかわいそうっすけどね、寝てるゾンビちゃんたち。こういうわけですよ。かわいそうですよね。フラスコはすごいな。残ってんだ。焼けないんすね。フラスコだけかな。取れるもんがあれば根こそぎ持っていきたいよ。で、フラスコを飲んどきますか。結構終盤じゃないですか、これも。あとそういえば、今思い出したんですけど、ミルキーウェイ5個も食べちゃいましたけど、そういえばもう歯磨いてましたわ。また歯磨かないとな。さあ。次はですね、下かな？次何すればいいんだっけな？違う違う違う、上じゃない。じゃあ、ミルキーウェイもう一個いただきますか。あ、うまい。ミルキーウェイはうまい。この疲れた体にもうバッチリ。この甘み。ミルキーウェイの甘さ、このゲームのプレイの疲れに、チャリスは本当に差し入れいただいてありがとうございます。開いてねえ扉、どっかあんのかな？あ、ここ？あ、おお、ここか。あれだろ、あいつらが出てくんだろ。ほら、あ、こっちか。海賊の木、一番下かい。あ、やべ、なんか来てる音するな。
あーもう角度悪いわ。ちっちゃい。かわいい。ガンガン飲んどこう。今74もある。ん？ 5 時のお知らせ？のチャイム。こっちから来た。やべ、こっちだった。なんでなかなかかかってこない。くい、はい来た、はい来た。はい、はいはいはい、やばい。まず、くっそ、やめろ。すぐ死んじゃったけど、結構食らったな。なんか落としてるな、なんだ。あ、ダイヤのジャックか。確か。この部屋には特に何もないかな。確かダイヤのジャック。ここじゃねえよな。ダイヤのジャックは、多分ここで使えるはず。この鍵がかかってる部屋。金属。え？場所違う？ここか。よし、合ってた。おりゃー、出た出た、イリュージョン。この人に弱いっすね、カンビは。この音は、そっか、もっかいグレースちゃんが操作すんのか。閉まっちゃうな、都合よく。確か、これで開けるんだっけな。いい部屋。しまっちった。あ、いる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 。でもこの部屋もうちょっと探索したい。この女の子は大丈夫ってことっすよね。だってこいつがいても。なぜか近づけない。じゃあとっととやっちゃいますか。グレースちゃんは強いっすね、めちゃくちゃ。最強ですよ。
何ですか、甘美情けない。あ、これもクライマックスだな。もうこれそろそろあれじゃないですか、最終決戦。まさかな、鶏の足が弱点だったとはね。セーブ。よっしゃ、今日中に行けるな、これ。よっしゃ。やっぱむずいな、ハロウィンザダーク2。なんだこいつ。え、やばいの、これ。